こんにちは、トガラシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ということで2017年も9月に入りまして秋になってまいりました。ということで今回もこちらをいただきたいと思います。最近めちゃくちゃハマっている万葉軒の季節限定のお弁当9月バージョン、こちらいただきたいと思います。今回はコスモスですよ。コスモス来ました。秋の桜と書いてコスモス、いいですね本当に。では開けていきましょう。もう、さっさと開けろとまだ言わそうなんで開けますけども、この秋桜と書いてコスモスで、この飾り紙っていうんですか、この紙、これ前回の時はひまわり、またひまわりの黄色いあのイメージしたのも良かったですが、今回のこのピンクのコスモス、もう本当にいい加減開けろと言われそうなんで開けていきたいと思います。飾り紙を取りましょう。この飾り紙、この横に書いてあるこちらですね。こちら私の後で動画に言葉を吹き込む時の大切な資料になりますので、毎回毎回同じことを言いますが、これも大切に保管いたしまして、開けていきましょう。よいしょ、いいじゃないですか。開けました。こんな感じでございます。さあそれでは見ていきましょう。今回のお弁当も綺麗に盛り付けされております。五目ご飯の上に舞茸が乗っております。おかずに移っていきましょう。真ん中にはサーモン西京焼き、レンコン挟め揚げ、銚子産のサンマ竜田揚げ、かまぼこが入っておりまして、牛しぐれに煮物が入っております。煮物はかぼちゃ、さつまいも、あざりえび、花人参、いんげんということになっております。ホタテ玉味噌焼きとよもぎ餅も入っております。ということでこんな感じに綺麗なお弁当になっております。きのこも美しくて、おかずもすごくたくさん入っているお弁当でございます。それでは早速いただいていきましょう。ここでいつもでしたら万葉軒のおはじについて喋るんですが、私ちょっとお箸を手違いでですね、どっかに置いてきてしまったんだと思いますので、ちょっと今日はこちらの普通のお箸で食べたいと思います。万葉軒の場合お箸がいっぱいあって、それがまた面白いとこなんで、タイプ A なのか B なのか C なのか D なのか、いろんなお箸があるんですが、それをやりたかったんですが、こちらの普通のお箸で食べていきたいと思います。まずはね、どっから食べようか迷うところではございますが、今回も万葉軒のお弁当ですから、ご飯が美味しいということで私の中ですごく評判ですので、ご飯からいただきたいと思います。五目ご飯、上にはキノコが乗っております。うん、うまっ、やっぱり美味しいですね。このお漬物もいいですね。今回はこちらのタイプのお漬物になっております。うん、うまっ。本当にいつもどっから食べようか本当に迷っちゃうんだよな。あ、でこのね、このサーモン西京焼きの下には煮物がたくさん入っております。まあいくつか入っております。万葉軒の場合すごい煮物も美味しいですので、煮物をいただきましょう。煮物からいただきましょうか。まずは花人参でございます。あ、人参もこうやって言うと本当花人参って感じだもんね。いただきます。うん、あ、美味しい。やっぱり人参もね、万葉軒の味って感じ。続きましていんげんいただきます。うん、あ、いいね。ご飯に合うな、やっぱりな。で、この舞茸いただきましょう。舞茸もこれだけ大きく切った後いいですね。これ小さく切ったり、このくらい大きく切った方が存在感があっていいと思いますんで、この切り方嬉しいですね。いただきます。うん、口の中の食感がすごい。あ、味付けもいいわ。この舞茸で飲みたいな。うん、ということでどんどんいただいていきましょう。もう本当に秋の味覚が多すぎて迷ってしまいます。こちらサンマが入っております。もうこの季節限定、期間限定のお弁当が出てる時に絶対サンマ入ってるだろうなと思ったんですが、やっぱりサンマ入ってました。もう嬉しいね。この秋の味覚といえばもうほんとサンマだよ。で今回は銚子産のサンマの竜田揚げが入っているということでございます。うん、うまっ。サンマもいいし、この竜田揚げそのものの味付けが美味しいな。サンマってすごくこう脂が乗ったお魚じゃないですか。それがこのお弁当にしちゃうとちょっと寂しくなっちゃうのかなと思いきや、この竜田揚げにしてることによって脂感もいい感じに増してすごいいいです。これはうまいね、サンマ。うん、うまっ。揚げ物を食べたところでもう一回揚げ物をいただきましょう。レンコンの挟み揚げでございます。これいいじゃないですか。こんな感じですごいですね。ほんとサンドイッチみたいになってる。これいただきましょう。いただきます。うん、うん、このシャキシャキ感がいい。このシャキシャキ感とここの挟まってるもののこの感じ、たまんない。これ
グッドポイント。いや、いいですね。これさつまいもも入っております。おっと、さつまいもも秋って感じだもんね。これもいいんじゃないでしょうか。うん、うまっ。かぼちゃいただきます。うん、うまっ。これすげえな、かぼちゃのこの皮の部分のシャキッとした感じと中のこの柔らかさがすんげえいい感じに入れてる。サーモン最強焼きいただきます。これ名前からして美味しそうだよね。サーモン最強焼き、いいね。最強焼きも美味しそうです。このサーモンっていうのも美味しそうです。いただきます。この味付け最高だね、この最強焼きね。もうサーモンじゃなくても何でもいいから、もう最強焼きにしてボンボンいろんなメニューを出してほしいね、この最強焼き系で。うん、これうまい。うん、スーパーグッドポイント。もうこれは本当に飲みたい感じの味だね。これで飲みたい、このお弁当で飲みたいって感じ。うん、この秋の味覚の舞茸ご飯もいいしね。舞茸がこれがうまいんだマジで。この煮方もうまいし、切り方もいい感じだし、ピンと合ってないね。うん、そしてこのお肉いただきましょう。牛しぐれ煮でございます。いただきます。うん、いやいいね。肉大好きだから本当に、うん、肉大好きだ。たまんないね。この肉がちょっとでも入ってて、もうこれがね嬉しくなりますね。うん、ホタテ、ホタテもちょっとメイン的な感じで最後の方まで取っておきましたが、ホタテいきましょう。ホタテの玉味噌焼きでございます。いいじゃないでしょうか。こんな感じでホタテ美味しそう。味噌が乗っておりまして、しっかりと。そしてこのホタテですよ。いただきますよ。いただきます。うん、これはもう日本酒だね。日本酒とかワインとか吸い合うよこれ絶対。今動画撮ってるから一口言ったけど、これ一人で食べてる時だったらもう3口ぐらいちょっとずつ分けて、日本酒とかねワインとかと一緒にね、お酒と一緒に飲みたい。これ本当にすごい。どのおかずももう一つ一つが似たような味付けじゃなくて、もうそれぞれのちゃんと味付けをしてるから、食べるのがもったいないっていうか迷ってしまうような感じになる。うん、あ、そうそう、それとあとこのかまぼこいただきましょうね。この切り方がいつも大きく切ってある、厚く切ってあるこのかまぼこですよ。これがいいんですよ。いただきます。うん、とこのエビね、こちらが飾りエビでございます。もう本当に贅沢ですね。このエビに飾りなんて言葉がついちゃってます。これは贅沢ですね。いただきます。うん、ただ入ってるってだけじゃなくスーパーグッドポイントです。で、またサーモンの最強焼き。うん、これたまんねえな、ほんとな。そしてこのよもぎ餅を最後にいただきましょう。最近この万葉軒のこのデザートシリーズっていうんですか、最後の和菓子シリーズに若干ハマり気味ですので、これが美味しいんですよ。この間も美味しかった水まんじゅう、違ったかもしれないけど、違ったかもしれないというのは、あれが美味しかったの分かってるんですけど、この名前が違ったかもしれないところです。ほら、よもぎ餅もこう光っててピントがない、光ってていいんじゃないでしょうか。こんな感じに綺麗になっております。いただきます。うん、うん、やっぱりね、このよもぎ餅が最後に食べられるのこれがいいですね。この普通のお餅というよりも、お餅とかお団子じゃなくて、もうこの時期、このよもぎのお餅になってるっていう、また見た目も美しかったですし、このお弁当箱もいいね。この色合いが秋、ここに何かが乗ることによって、ほんと秋みたいな色をするような感じ、色合いが出てくるような色のお弁当箱じゃないでしょうか。で、このコスモス、いいじゃないですね。今回あえてですね、食べる前にもっといろんなこと喋りたかったんですが、喋らずですね、やってきましたね。食べ終わったんでいろいろ喋っていきたいと思いますが、この辺で終わりたいと思います。今回は万葉軒のお弁当、9月限定のコスモスいただきました。どうもありがとうございました。グッドポーズ、お疲れ様でした。